はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。10月は20日ですね、金曜日、もうね、今週も今日で終わりでございます。ウィークではね、日経平均が今マイナス92まで戻しましたね。31,338 と、ドル円はギリギリのところ149.86と、香港ハンセンも戻しますマイナス70ですね。原油先物 89.35、 これは多分90いきますね。金先物もですね、1989と、もうこれは2000ですか。ドルボン頑張ってますよ、1354、独自の動きをしていますね。さて、今1時20分をちょっと回ったところでございまして、お昼ですね、私もですね、お昼にビール系飲料をですね、4缶いただきましてですね、ふわっとしております。で、お昼ですね、こうビール系飲料を飲みながらですね、楽しみはですね、送られてきて、メディアさんから送っていただくさまざまなですね、その雑誌みたいなものをですね、読むんですけども、雑誌というか雑誌ですね、これでございます。こっちですね、はい、スパでございまして、これ毎週ね、送っていただけるんですよ。何年か前にですね、こう取材協力というのをした関係で、結構面白いんですよね。あれがなくなったのが嫌なんですよね。匿名記者座談会っていう、まあ座談会なんか多分してないと思うんですけど、今年からなくなったんですよね。あれです、超楽しみしたんですけど、それでもね、それでも読んでいたんですけども、今回からですね、このゴーマニズム宣言、これですね、はい。ずっとここ、どうでしょう、半年以上、ゴーマニズム宣言も大好きなんです、僕。いや、結構好きですよ。もう10年以上前からですね、読む機会あれば必ず読んでるんですけど、このゴーマニズム宣言でですね、今回からですね、日本人論というのが始まったんですけど、ジャニーズが取り上げられてます。実はこの半年ですね、ずっとスルーせざるを得なかったのは、愛子天皇論というのをやったんですね、このゴーマニズム宣言で。愛子というのは、要は、天皇陛下、皇后陛下の間に生まれた愛子様を天皇にすべきではないかという主張をずっとですね、ゴーマニズム宣言されていてですね、最初の1回か2回は読んだんですけども、いい加減もええやん別にと。私自身はね、愛子さんが天皇陛下になられることはですね、別にこうええやんと思う人間なんですけど、ただあの手この手でこれやられるのをですね、読むのは楽しめないわけですよ。読んでて楽しくないなと。その前ウクライナとかってやっていたんですけど、あれ読んでましたね。愛子天皇論ってもういい加減縮小しましてですね、まあ、確かにね、男系男子というこう2680年続いた伝統があるんですけども、それをこう女系でもええやんというふうにこう変えようとするのはですね、日本国のですね、伝統にそぐわないというふうなことを言うじいさんたちが、おっさんたちがいっぱいいるわけですけど、それもそれでもいい、別に甘い子でもと。昔と違うわけですよ、婚姻関係が。昔はですね、いろんな女性と交わってそこで子供を産ませるということができたわけですけど、今昭和天皇の時からそういうことをなさらなくなって、世界の風潮もそうですよね。一夫多妻制というふうなことにはならないわけであって、そうなった時にはですね、愛子天皇様がですね、愛子様が天皇陛下になられてもですね、まあいいやんと。でも悠仁様もいるわけでしてですね、名前面倒くさと。どうせ私あと十数年しか生きませんからね、そう考えるともどうでもいいやんということになって、愛子天皇論というのをですね、小林義則さんがずっとされるっていうのは、スルーにしてきたんですけど、今回戻ってきました。普通の話題というべきでしょうかね。ジャニーズ記者会見の狂気と、
ということでですね、これ面白かったです。あのゴーマニズム宣言っていうのはね、その世間がこうわーっとこう世間の9割がこっちやっていうふうに向いてる時にですね、ちゃうというそういうね、こう勇気あるですね、その言論を世に放つというのがですね、ゴーマニズム宣言であってですね、その私はそういうふうに解釈をしてるんですけど、そこにですね、あのすがすがしさといいますか、あのうわ、そう、その通りやって、わしもそう思うわという言わせるような力がある言論のですね、一つの形態がゴーマニズム宣言であると私は思ってきたんですけど、まあそれに戻ってきたかなと、ジャニーズ記者会見の狂気という題名で、まあまあ、あのジャニー喜多川さんがですね、戦後の日本のエンターテインメント界に残した足跡というものはですね、まあ拭いがたいというか、拭いがたいと変な言い方ですけど、まあ三千たるものがあるわけですよ。それを君ら無視するのかみたいな論点がですね、語られていまして、なんと言いますかね、今ね、世の中でわーっとこうジャニーズ批判に走ってるでしょ。 NHK の紅白もですね、今年はジャニーズなしよっていう感じになってまして、ジャニーズは全部悪いのかって、汚れたもんなのかというふうな、こういうふうに来てますね。それに対して異を唱えてるっていうのは、まあ、こういうことはやっぱしね、ゴーマニズム宣言がやるべきなんですよね。いや、実に良かったなと思いますよ。いや、これでまたね、スパを読むね、楽しみができました。今までスパを読んでいてね、ゴーマニズム宣言のとこだけこう、あと飛ばさなきゃいけなかったわけですよ、愛子天皇論っていうの。もうええやん、そんなんもう、と思って。もっとちゃうことやってなと。あのね、やっぱしね、言論っていうのはね、あれなんですよ、その、体制に従ってる言論。望月磯子さんっていう東京新聞の記者がいて話題になってますけど、ああいう言論って私にとっては超しょうもないんですよ。なんていうんですか、一面の正義をかざしてですね、キャン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 言うてですね、でかなりですね、このどう言いますかね、行き過ぎたことをやるわけだって、連邦的なですね、こうキャンキャン追求を やっていればですね、自分は正義なんやと思わせているようなですね、一つの方向があるわけですけども、それにこう完全とこう逆らうというか、まあそうね、どう言いますかね、そればっかしちゃうんやぞと、きちんと君たち客観性に基づいてですね、ジャーナリズム精神に基づいてですね、報道せよというようなことをですね、提言する一つのスタンスなんですね、じゃあゴーマニズム宣言って。で、私が今までのですね、ゴーマニズム宣言を見てる限りですね、ほとんど間違いがないって、ね、私的にはね、それほとんど正しいやんと、その通りやんというようなところをですね、ずっと主張なさってきたというふうに思っています。全部見てないですよ、あんな膨大なもの全部見れませんけども、戦争論とかね、読ませていただきましたよ、本当に。いまだにいくつか覚えてますけども、つまりですね、一つの見方としてはですね、そういう見方を尊重すべきというところをガーンと示すのがゴーマニズム宣言であって、ですね、愛国天皇論はええけども、やっと帰ってきたかなと、つまり、まあ、変な話、私は読めるように戻ってきたなというふうな感じがして、非常に嬉しくていいですね。ぜひともこれやっていただきたい。ジャニー喜多川さんがね、なさったことをですね、そのこう擁護するというのは、そんなこと、そういうことは全然そう思いませんし、そこまでも言ってないですよ。でも、あまりにも一方的な流れというものをですね、ちゃうやろ、それはという、ね、さすがやんと、そういう、ね、論点を示すのはさすがですね。ぜひともやっていただきたいなと思います。うわ、とっても嬉しいです、私は今。アスパーを読む楽しみというのができたなと。いや、今までね、この半年以上ね、愛子天皇論の、ああまさか早めえなと思ったのがですね、やっと終わったやんという感じですね。じゃあ愛子天皇論って愛子様が手のないことなので、僕は賛成ですよ。賛成ですけど、あの手この手でやるよりもですね、やっぱりこういうふうに普通の議論に戻っていらっしゃることの方が大歓迎でございます。はい、これからスパ楽しいわ、お昼ご飯の楽しみもまた増えました。またビール券料4回飲まなあかんやんということですね。はい、ゴーマニズム宣言スパまた面白くなっていますというお話でございました。特に貼るページはございません。
はい、皆さんどうもありがとうございました。